朝日スクープ、今朝はこちらです。はい、今年4月から医師の働き方改革が施行されました。具体的に変わったのがこちらです。病院などに勤務する医師の時間外労働、つまり残業が、これまで規制がなかったんですが、これからは年間960時間、平均して1ヶ月で80時間以下となりました、はい、この1ヶ月80時間というのがいわゆる過労死ラインということになるわけですが、果たして医療の現場はどうなっているでしょうか。脳梗塞が見つかってますね。ここにちょっと路列不良で来られて、こういうところがちょっと入院が必要そうなので、ここは北九州市小倉北区にある小倉記念病院です。年間7000件以上の救急患者を受け入れ、第一線の医療を担う地域医療支援病院です。すいません、はい、ありがとうございます。別の先生のご意見を伺おうと思いまして、ただみんな今人手が少なくて手術にみんな入ってるから現場に出れます。病院の中でも多忙を極める部署の一つが脳卒中センター。命に直結する脳疾患に高度な技術で立ち向かう部署です。去年の実績で時間外勤務の平均が1ヶ月で90時間を超える医師もいます。今若い先生たちはだいぶ頑張って超過勤務を減らしてくれてはいますけど、やっぱり60時間から80時間近くまで超過勤務してる先生がいますね。とりあえず手術がまだやらないといけない、いろいろ外来もみんなやってるし、救急の患者さんも来てるということで、なかなかその誰かに仕事を引き継ぐっていうことができない。最新の設備を整え、日々進化する技術を取り入れる小倉記念病院。しかしながら、この技術の発達も医師の負担増につながっているといいます。最近血管が詰まる脳梗塞に対しても、本当にそれが今一番時間との戦いで、血栓回収といって詰まってる血管を通すカテーテルの治療が得られるようになって、それが本当にやった方がいいということが証明されたのがだいたい10年弱前なんです。脳梗塞に対する緊急手術というのがものすごく割合が増えてきているので、仕事量自体が増えていると思います。こちらの病院の日勤時間は午前8時10分から午後5時までです。しかしながら、脳神経外科の多くの先生は外来の診察、入院患者の経過観察、予定の手術に加えて緊急の手術なども入ります。事務作業に入るのは夕方以降と、時間外労働はあまり減らせていないのが現実だといいます。医師、特に外科医の減少、それはどの分野でもそうですけども、これから人材難になりますね。ですから人材をどうやって確保しながら、医療の質を保ちながらやっていくかと、そちらの方が単純な働き方改革よりは大事だというふうに思ってます。今日の一食目を食べてまた病棟に戻ります。コンビニが多いんですか。もうローソンに育ててもらってるみたいな。なんかでっかい怒られますけど、もうコンビニがないと僕らは生きていけない。でも楽しんでますよ、精神的には健全です。ここは脳神経外科の先生たちが集まるカンファレンス室です。つかの間の休憩時間に食事を取ったり、事務作業をするための場所でもあります。彼はさらにこの後資格を取得するために徹夜で勉強しないといけないので全然できない。夜ここで作業していたのは脳神経外科医の吉崎先生と阿部倉先生。医師7年目の吉崎先生は今年が専門医資格の試験を受ける年で、勤務時間が終わったら家でも連日猛勉強中なのです。
そして、阿部倉先生は前日から宿直勤務で病院に36時間以上いるんだそうです。それでもやりがいを感じてこの脳神経外科を選びました。やっぱり手術がうまくいくだけ、そのためだけにやってるようなところがあると思います。みんなそうじゃないですか、ね、外科の先生は働きすぎて怒らないでほしいというのが本音ですね。全ては地域医療のため。しかしながら時間外労働はこれまでとは違い制限が生まれました。医師の働き方改革と地域医療の狭間にはジレンマもあります。自己犠牲がないと成り立たないまだ世界ですね。脳卒中に関してはもう最後の砦と思っているので、もうここで全部受け入れますよっていう姿勢でまだ頑張ってますけど、それがどこまで続けられるかですね。変わってこちらは北九州市立八幡病院です。緊急性の高い重症患者を受け入れていて、救急における最後の砦です。こちらでも医師の働き方改革に対して模索が続いています。今までオーバーしてた時間を時間内に収めるということは、相対的に医師の数が減ったと同じような状況を作ってしまうことになりますから、そこをどう補っていくかと、地域の病院とも協力しながらやっていかなくちゃいけない部分もたくさん出てくると思います。北九州市立八幡病院の名誉院長でありながら福岡県医師会の理事長も務める伊藤先生、県全体の医師の働き方改革にも取り組む中、医師の負担削減につながると期待されている制度があるといいます。タスクシフトということで、医師の業務をですね、看護師さんが少し医師のお手伝いができるところは少ししていただきましょうと。タスクシフト、これはこれまで医師にしか認められていなかった医療行為の一部を他の職種の方に移管する動きです。ICU で看護師長を務める山下さんは指定された研修を受けて指定看護師となりました。人工呼吸器ですので、今までは私の方では触ることはできない、医師の指示があって触るということはあるんですけど、特定行為を取ってからは、手順書っていうのにのっとって、私の判断で患者さんの状態を見ながら、呼吸器の設定を変えたりとかっていうのはできるようになります。タスクシフトは今回の医師の働き方改革の柱の一つです。特定の医療行為を看護師ができるようになり、医師の負担軽減も期待されますが、こうしたことで実は現場のモチベーションも上がったんだそうです。そういう看護師が増えることによって、一緒に働くスタッフも私もそういうふうになりたいとかですね、看護師の業務が増えるのはやっぱり大変とは思うんですけど、できることが増えるのってすごくいいことであって、やはり一番恩恵を受けるのは患者さんであり、それが一番いいのではないかと思っています。いや本当にもう日夜皆さんの、はい、なんて言うんでしょうね、その使命感とか責任感による長時間労働に私たちの健康とか支えられてるんだなってことを改めて思いますが、すね、このままではやはり当のお医者さんが体を壊してしまっては、はいはい、医療の質って下がってしまうわけですからね、なんとかしなきゃいけないっていうことだと思いますけど、規制が入ることで実質、人手不足につながっている現状がどうやらあるようですけれどもね、私たちも医師の皆さんのために本当に大変ですから、地域医療を守ってくださっている皆さんのためにできることがあるんです。それがこちらです。まずは気軽に相談できるかかりつけ医を持ちましょうね。で、診察はできるだけ医療機関のスタッフが揃ってらっしゃる日中、診療時間内に受診するようにしましょうね。で、今すぐ病院に行くべきか、今すぐ救急車を呼ぶべきか迷った時はこちら#7119 番へまずは相談してみてください。救急医療機関の経験を持つ看護師さんが何かしらアドバイスをしてくださるということですね。まずこちらご相談してから、決めてください。で、脳疾患がありそうな緊急の場合はもう迷わず119番へ連絡していただきたいと思います。はい、そして休日や夜間のお子さんの急な病気や怪我についてはこちら#8000番8000相談
口に自動転送されて、小児科医師や看護師さんがこちらでアドバイスしてくださるんだそうです。これも覚えておくと良さそうですね。私たち そのいわゆる病院の使い方で、はい、お医者さんたちの、まあ、負担を少し減らすことができるということであれば、はい、それは積極的にやっていきたい。そうですね、本当に大変です。まずは健康でいることも大事ということですね。いや、まさにそうだと思いますね。私たちがまずできることは、はい、そうですね。まあ、あの医療の、ね、お仕事に加えて医療の進歩に伴っていろんなお勉強もしなければならない。大変ですね。新しいやっぱ機械が入ってきたらそのことも学ばないといけないしっていうことですよね、はい。まあ、今年は、ね、2024年問題でいろんな業界で働き方改革、はい、それから、まあ、長時間労働を、ね、カットするというか、まあ、しないようにする方向になってますけど、はい、どの働き方改革でも大切なのはその人にしかできない仕事をいかに誰かが変わってやれるように変えていくかっていうことが大切なんだろうと思う中、医療は専門性が高いので、はい、なかなかハードルが高い中、まあ、あの最後院長先生の話もありましたけど、はい、うまくシフトにしていくというところの、はい、まあ、模索が今続いているってことでしょうか。もう今少子化で確実になり手はこれから減るのはもう決まっているので、はい、でも一方でやっぱりこう、ね、寿命が伸びて高齢者が増えていくというと、はい、やっぱ医療部分の負担って増えるのも決まっている。そうですね。だからこれ早くなんとかこう、はい、システムをね、考えていかないといけないなと。本当に難しいんだなって思いましたし、役割分担を、ね、していってもらえるといいですね。はい。